あ、違うの来た。ちっちゃいか、ちっちゃいけど来た。この城か、あ、しばせしばせ、オッケーオッケーオッケー。食った食った、やったやった。ベンダマール初フィッシュしばせ、やったありがとう。30センチぐらいですけど、やった嬉しい。ちゃんと食ってた、ほら。あー、この人かと思いましたけど、よかったです、ありがとうございます。初ベンダフィッシュだ、言いますわ。あ、めめめ、後ろ今散ってる。外、今外してあげます、ベンチで。ありがとうございます失礼します、一旦外します。はい、またね、35センチっていう可愛いサイズですけど、しっかり当たりも感じ取れて、何よりね、ベンダマールで初のシーバス 89M で、クロダイとトビエがあったんですけどね、トビエと超大格闘したことあったんですけど、なんとか初シーバスですね。35センチの可愛いシーバスくんですけど、とっても嬉しい一匹でした。はい、ありがとうね。はい、いやなかなかピョンってね、すぐ浮いてきちゃったからこの城かと思ったんですけど、かわいいエラー洗いをしてくれて、なんとか初ベンダバール、本当に嬉しいです。ちょっと今揚げが引き始めたぐらいなのかな、ちょっとだけ潮が動き出したか動いてないか微妙なところですけど、ボトムを引っ張ってきたらククンと来てくれました、よかったです。はい、最高、小さくても最高。はい、ではバイト行きますありがとうございました、失礼します。はい、皆さんどうもおはようございます、今日も団地前に来ております。ちょっとね、太陽が若干隠れ気味な感じですけど、もうちょっと隠れてもいいよって感じです。風が1メーターから0メーターぐらいでほぼない状態です。アングラさんは下流側にね、ちょっと母さんっていうアングラさんが一人いて、上流側はね、あんまちょっと見えないんですけど、多分あんまりいらっしゃらないと。で、浦安側もあんまりいらっしゃらないですね、ほぼ0か1名2名ですね。なので、人は非常に少ない状態の朝です。はい、やっていこうと思います。濁り方はですね、うっせ、うわー、そろそろ来たか、この時期が、ギフトが、こんな感じです。ちょっと薄まりましたけど、まだ濁ってますね、めちゃくちゃ。 5% から 7% 薄まりましたけど、ちゃんと濁りが入っています。はい、下流側はいらっしゃる、上流側はいらっしゃる、下流側にアンカーさん、母さんがね、中ぐらいのデカめのペンシル、トップボタン投げてました。はい、ではやっていこうかなと思います。昨日と同じぐらいで剥れるんだな、これは。今日はですね、あの神谷さんの釣れないおじさんチャンネルさんの神谷さんのね、赤目釣れてるシーンをさっきまで見てたんですけど、それに影響されて久しぶりにベンダバール持ってきました。やべ、ゴツゴツいってる、ゴツゴツいってる、あのね、はい、水温が23度ですね。昨日21度だったので、2度上がりましたね。はい、潮止まりっていう感じで半時に止まってるにしてほしいんですけど、なんとか誘い出しでモンスタースライダー、あ、違うか、スラムドッグモンスターでいきます。ちょっとブレーキ強めにしとこう、高切れしそうで怖い。はい、相変わらず画面触っちゃってますけど、お許しください。ちょっと試しだけ、ゴミがちょっと今日多いって情報をいただいてるんで、確かに多いっすね。
めっちゃかかってくるから。ただまだ気温がそうでもないっていうことと、僕の声がまだ本調子じゃないっていうことと、あ、太陽が出てきたらちょっと暑いんだろうなって感じがしますけどね。あんまり遠投しようとしないでいくと。ドラがどうだったっけ、大丈夫か。今ベンダマール 89M に、アンタレス DC ですね、16の古いやつです。くっせ、ここ特等席だな。それもまた良しとしますか。神谷さんがね、ベンダバル 10.1 っていうね、10フィート1インチのこれの1個上のやつですね、長さ的には。で釣られてる動画を見ましたけど、お、結構飛ぶね。ちゃんとやれば、いや、ちょっと出てもおかしくないよな。ダメかな。赤目つってましたよね、ライブ放送で。すごいよな。ちょっと前のあれですけどね、結構前の動画ですけど、僕なんてライブ放送でシーバスするのも手一杯なのに、赤目ですからね。全然釣れないおじさんチャンネルじゃないんですよ。ちゃんと釣るんですよ。僕の方が釣らないから、僕にその名を譲ってほしいぐらい。この後は一気にレンジ下げて、もう頭詰めではないんで、鉄板とかね、昨日と同じように、下げていこうかなと思ってます。上に魚、あ、なんか弱ってるのいるじゃんみたいな、食べやすそうなのいるじゃんみたいな感じで見つけてきてくれないかなっていう願望を込めて今やってますけど、ちょっと私のダウン、好きなダウン、さあ切ってくれ。 P ラインは2号、リーダーは25ポンドのナイロンですね。やべ、えびった。ちょっと風がそよそよ来たな。そよってる。触っちゃった。また。明日、ね、お休みなんですけどね、潮回りが良くないんですよね。まあ風はなさそうだからいい感じっぽいですけど、波があるかどうかでは、平続きも考えたんですけどね、ちょっとなさそうなんで、でお金もかかるからちょっと無理かなと。出そうだけどな。トップやってると本当にこう喋りが止まるというか難しいね。フックはね、BKK のフックに変えてます。あー、だからちょっとあれか、サイズが、シャンクがちょっと、このあれが長すぎるから、ちょっとお互いが拾っちゃうかもしれない。あとリングもちょっとパワーアップしてるんで、それでちょっとね、お互いが届く距離にあるから、拾っちゃってるかもしれないですね、ライン、あ、フックを。ただ、キャスティング折りからの、モンスタースライダー、このスラムドッグモンスターのフックがちょっと小さい気がするんで、ボディに対して、まあ、理由があってやってるんでしょうけど、
ちょっとね、あれは僕には小さいかなって気がするんで、フック全部どっかいちゃったんですけどね。あ、でもこれは違うか。これはもともとバス用のカラーかな。荒川リベンジも行きたいなと思ってるんですけどね。荒川、荒川でも簡易的ですけど、あのトイレがね結構そばにあるんで、あれはありがたいですね。いやね、このねフィッシュマンのグリップのデザインに対して合うリールがねどれなんだと。まあカルコンはまあまあ合うなっていうのが分かるんですけど、あとまあ軽かったコンクエスト DC 丸型リールは結構合うなと思うんですけど、この最新系のこの普通のこうロープロのベイトリールは正直どれが一番合うのかがもう分からない。謎すぎる。ダイワのね、あのジリオンとかあのスティーズとかを合わせたことはないんでちょっと分かんないんですけど、結局何が正解なんだろうと。まあでもここの部分のパーツがシルバーだから、これもちょっとシルバーでちょっとは合わせてあるんですけどね。難しいんですよね、アウリール、このブラン、このグリップに意外と。はい、ということですね。まあこの後まだ、1時間ぐらいやれるんで、なんとかまた鉄板とか使って大きいのボトムとかを探して頑張ってみようかなと思います。はい、ではね、ちょっと正直ね、まだ声とかあの本調子じゃないんですけど、この後も頑張ってなんとか一発出せて、またこの後皆さんにお会いできるようにね、あの GT じゃなくてちゃんとしたシーバスで、もしくは黒台でお会いできるように頑張りたいと思います。はい、ではまた明日よろしくお願いします。はい、失礼いたします。さよなら。